最先端の研究と技術をより豊かで快適な未来のために。研究者が独自にグループを形成、新たな視点から先進の研究と技術を広く社会へ発信展開する YNU の研究拠点。今回は分離連携による社会価値実現プロセスのお話です。工学的な価値、これを社会的な価値に数値化して見える化するというのが我々の拠点の目的ということになります。それによって社会の中でその技術がどのように生かされるのか、受け入れられるのかということが分かってくるということになります。社会的価値を数値化することによって、今度は理工学の研究、ここの理工学の研究の在り方にフィードバックすることができる。将来の製品化や社会実装の時にどのぐらいの例えば価格に設定することができるかとか、どの程度そのコストとして配分することができるかというような、そういったような将来を見据えた技術開発や材料の開発などが可能になるということです。分離連携による社会価値実現プロセス、その具体的な取り組みの一つが建築学棟の壁面緑化です。ここの壁面緑化は8階建ての建築学棟の東西と南側全面に壁面緑化されているという特徴があります。街中歩いててもたまに壁面緑化見ると思うんですけど、それと違うところは12種類の植栽がもう常緑も落葉もいろんな種類を混ぜて混植されているというところがユニークなところになります。壁面緑化というのは室内に対しては日射遮蔽効果であるとか、あと視環境的に非常に柔らかい印象を与えるとか、室内に滞在する人にはそういう効果が期待されているんですが、例えば都市に対しては非常にこう緑比率も減って乾燥状態で、ヒートアイランドも問題になっている中では蒸散効果によって壁面緑化が都市を冷却する効果があるであるとか、それから生物多様性をもたらすっていう意味で非常に期待されているところは多いんですけれども、建築学科としてこの壁面緑化をこう建物の全面に覆ったというのは学生にとってこれが環境建築、環境に配慮した建物の象徴であるということを示したかったというのと、あとは、生きた教材としてそれらのこう例えば都市の冷却効果を測るであるとか、室内への、温熱環境の緩和効果を測るであるとか、そういった教材として活かせるということも期待してこのような壁面緑化にしています。横浜国立大学では他にも分離連携による社会価値実現プロセスに関するさまざまな研究を行っています。例えば自己治癒材料であったり、もしくは毛髪再生であったり、もしくは 3D プリンティングであったり、そのようなものがいろいろと出てきています。このようなまだ社会に出ていないいろんな技術が大学から生まれようとしているんですけれども、そういった技術が社会的にどういう価値を持つのか、そのユーザーであるとか、もしくはその材料を使うメーカーにとってそういったものがどのように価値があるかというのことを今は数値化したり評価していくというのことを取り組んでいます。分離連携による社会価値実現プロセス研究拠点をはじめ、 YNU 研究拠点は研究者たちが自発的に形成した多様性の高い研究グループ群の中で大学からの拠点認定を受けたものです。学際的で異分野融合を生み出しやすい風通しの良さがあり、研究活動が拠点同士の連携や企業との共同研究に発展したり、それらの取り組みに学生が参加したりと若手を育む場としても重要な役割を果たしています。本学には理工系の学部と社会系の学部が同じキャンパスに共存しているという特徴があります。で、今はその2つの、系統の研究者が一緒に研究するというスタイルをとっているわけですが、将来的にはそれらの研究者が新しい学問分野を作っていく、具体的にはやはり応用という観点から社会に実際に導入され、人々の暮らしが豊かになったり便利になったり、そういうような実際に社会をこう変革するような学問領域、そういったものを作りたいというふうに考えています。
今から5年後、10年後、15年後、こんな技術が実は横浜国立大学から発信されたんだよ、あそこで作られたんだよというようなことが起きるように、我々研究頑張っていきたいと思いますので、ぜひ横浜国立大学と当拠点に引き続き注目をお願いします。より豊かで快適な未来のために、横浜国立大学はこれからも最先端の研究と技術を広く社会へ発信展開し、人々の暮らしに役立てていきます。